たったこの二つの違いが成功する人とそうでない人を分ける。そう言い、彼は僕に再度尋ねた。この四つのアクションの中で成功するにあたり、一番大切なファクターはどれだと思う？僕は考えることか、とも思ったが、決めあぐね黙っていた。すると、その人が言った。今お前の目の前に何が見える？僕はまだわからず黙っていた。彼が笑顔でこう言った。答えはお前の目の前にすでにある。そして一文字ずつ指を指しながらこう言った。とも、かく、動こう。お前に一番足りないのはそれだろ？まさに目から鱗が落ちた瞬間だった。これまで思い悩んでいたことに対する見方が変わった。物事を知って覚えたなら、とにかくすぐに動くこと、行動すること、動きながら知ることも覚えることさえもできる。逆に、行動しないと知っていてもその真意がわからなかったり、覚えたことさえどんどん忘れていく。だからこそ、行動こそが結果を出す一番の近道。考えてから動くから、人はスピードが遅くなる。失敗したらどうしようというネガティブな発想が生まれる。考えるのは行動した後でいい。どうやったらもっとうまくやれるのか、それだけでいい。